学帝春信とは、江戸時代の浮世絵師、月作者、魚屋北景と、葛飾北斎の門人、生は八島、本生は菅原、俗称は、丸や小野吉、画号ははじめ春信、竹帝、竹家内と称し、後に、佐岡、大鳥京など。教会や下作では、五竹、竹山、一郎、竹帝三人、岡山、南山、陽帝、陽彦都市、 公園、新華堂、上歌堂、堀川太郎、八大島大紀奈、八島五岳、堀川太郎、春信、洋一志南山、矢島佐田岡、矢島春信、竹亭竹山、竹亭九三、学亭春信、東武岳亭、竹亭五岳、矢島学亭、公園、矢島大五岳、公園五岳、堀川春信、矢島老人、張り左などと号した。江戸の人で、 幕臣平田氏の将福として生まれたが、聖母は、本妻の嫉妬を避けるため幼い春信を連れて、矢島氏に嫁ぎ、矢島氏の養子となったと伝わる。青山緑ヶ丘、南天馬町、人形町、日本橋坂本町などに住んでいたという。幼少時から絵を好み、はじめは、筒見焼江に学んだが後に、魚や、ホッケーの門人となり、さらに、 葛飾北斎に直接学んだと言われる。また教科を窓、村竹、石川正持に学んでいる。早くから、丹精の技に優れていたが、養父母共に久しく病気だったので家は貧しく、志をなし得ず、両親の没後に至って、初めて絵を持って、豪とすることができたとされる。作画機は、文化から明治年間とされ、豪華な、すりの強化すり物、 教会本を手掛け合刊や特本を多く執筆した。文政から天保にかけて数回にわたり経営や大阪に滞在している。没年は明治2年以降と言われている。ありがとうございます。